どうも吉本プラモデル部、はい、チャーリー板垣です。今回もこんちゃんにて、はい、ミキシングビルド選手権ですね。そちらのベースとなるのが、はい、こちらですね。ドン、こちら HG のジオングですね。こちらのジオングを、ミキシングビルドをするために素組みで用意していきたいと思います。で、今回出演される皆様、結構お仕事で忙しい方が、はい、多いので、今回僕はこの1個じゃなくて、はい、そうですね、はい、まずこれを2個目、そして、はい、3個目、僕は、11店舗もあって、はい、ジオング3個見つけました。びっくりするぐらいジオングが全然売ってなかったんですね。で、こちら、今回出演者が6人で、6人中もう3個は他の方がもう用意されたようですので、僕はですね、この3つを素組みして、はい、ミキシングビルドの素体として、はい、収録に持っていきたいと思いますね。はい、初めてジオング作るんですけど、これとこれとこれと、はい、袋に入ったランナーが、4つに、はい、これだけもう、はい、切り離されてるんですね。下のスカート部分、これ楽そうですね。うん、これで分かりました。これ説明書見てもそんなに難しくはまあなさそうなので、もうちゃちゃっと3個一気に作っていきたいと思います。頭を3つ作りました。はい、ねえ、これここがコックピットなんですよね。ゲームとかだと、あのジオング撃墜されたらこの状態で、ちょっとだけ戦えるみたいな、システムが、よくあるんですけど、はい、ちゃんと頭だけじゃなくて体も作ります。はい、まあ、こんな感じでパーツを切り出しながら作ってるんですけど、いや、こういう作り方するの実は初めてなんですよね。で、今僕ジオング3機でやってるんですけど、多分めっちゃすごい人だとザグみたいな量産機をこんな感じでもう何十体とかもやってるんですよね。今その人たちに負けないよう、はい、僕もサクサク続けていきたいと思います。はい、2時間、ぶっ続けて作り続けて大体のパーツが、はい、完成しました。こうやってね、ジオング見てると一応ね、ファーストのラスボスじゃないですか。ラスボスなんですけど量産機に見えちゃいますね。まあ、サンダーボルトで複数出てきたんで、まあ、あながち間違いじゃないかもしれないですね。じゃ、このまま一気に仕上げていきたいと思います。はい、やっとこさ、こちら体の方完成しました。ね、大変だったのがこの裏のバーニアですね。この下についてる5個のバーニア、これをもうそうですね、15個作るだけだったんで、ここが結構時間かかっちゃいましたね。あとはこの分離されてる頭を合体して、はい、素組み状態でジオング3機完成しました。やばいですね、これめっちゃシュールですね。このジオングが、はい、皆さんどのように改造されるか、もしくは僕もどのように改造するか、ちょっとまだわからないので、今から楽しみです。この動画が上がる頃には、多分モコンちゃんのこのミキシングビルド選手権上がってると思いますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、吉本プラモデル部チャーリーでした。